まずは蓮見光選手から左ハイキック2ラウンド KO 勝ち、龍華選手の登場です。奥のムービーカメラにも視線をお願いします。ご着席ください。それではまずは龍華選手ご本人から昨日の試合を振り返っていただきましょう。こんにちは。昨日の試合は、2ラウンドで KO することができてホッとしています。なんですけど、自分の蹴りで自爆して足がちょっと折れてしまって、これからはそうですね、ちょっと骨を鍛えたいなと思って、これから毎日牛乳飲んで骨を強くしていこうと思います。それでは質疑応答に移ります。ご質問のある方、挙手の上媒体名とお名前を申し上げていただいてご質問ください。ご質問のある方。すみません、オフィシャルの小松と申します。すみません、もし昨日の試合を映像で見ていたら感想を教えていてください。いや、まだちょっとダウンのシーンしか見てなくて、ちょっとあんまりその全体とかの様子はまだ見れてないんで分かんないんですけど、ハイキックは綺麗に練習した通り当たっていたんで、それはちょっと良かったかなと思います。旭下選手よりも早いラウンドで倒すとこう予告していて、それを達成したことについてはどのようにお考えですか？そうですね、前々からそれは言っていて、旭下選手よりも早く倒すことができたんで、ちょっといろいろと考えてくれてもいいんじゃないかなと思います。小林幸子さんとこうツーショットを取った反響はいかがでしたか？そうですね、なんかSNS とかでもすごい小林幸子さんとのことが書いてありましたし、自分のおじいちゃんもなんか小林幸子さんとツーショット撮ったんだってみたいな、ちょっと連絡をもらって結構反響は大きかったですね。今後の目標を教えてください。今後はやっぱりベルトに挑戦したいなと思います。他にご質問のある方よろしいでしょうか？それでは龍華選手、以上とさせていただきます。最後に龍華選手からファンの皆さんにメッセージをお願いします。昨日は応援ありがとうございました。これで8連勝で、3連続 KO ってことなんで、今後も練習をしっかりとやって、次の試合もしっかりと KO 勝ちできるようにやっていくので、これからも応援お願いします。龍華選手、以上となります。ありがとうございました。